本日はお忙しいところありがとうございます明日明日の3時にそちらに伺います「前日」。 会議の前日に準備をする翌日誕生日の翌日に韓国に出張したしあさって私の誕生日はしあさってだ。 おととい先おととい高校のクラス会があった昨日昨日はいろいろとお世話になりました昨年。 昨年の5月に日本に参りました先日先日はどうもありがとうございましたこちらこそどうも再来週。 再来週は仕事が忙しくなりそうだ先々週先々週の試験が今日やっと帰ってきた上旬来月の上旬。 タイに旅行に行きます。中旬今月の中旬までにレポートを出してください。下旬毎月下旬になると給料が楽しみだ。 深夜深夜になると大きな声が聞こえる未来子供たちの明るい未来を考えよう数日。 土曜日から数日は天気が悪いそうだ以降大地震以降水を買っておくようになった。 朝食「忙しくても朝食は食べた方がいい」モーニング「あの店のモーニングセットは安くておいしい」 昼食忙しいので昼食はいつもサンドイッチですランチここのランチメニューは美味しそうだ夕食。 今日の夕食はちょっと遅くなりそうだディナー昨日のディナーは高級レストランで食べたデザートお腹がいっぱいだが デザートは食べられる。おやつもうすぐ三時。おやつの時間ですよ。おかず毎日のおかずを考えるのは大変だ。 弁当お弁当毎日会社に弁当を持っていく自炊日本に来てから自炊を始めた 外食週末は外食することがあるグルメ彼はグルメでいろいろな店を知っているおごる。 ボーナスをもらったので妹にディナーをおごった食欲最近あまり食欲がない注文先に飲み物を注文しましょう 乾杯ワインで乾杯しましょう噛む食事の時はよく噛みましょう味わう美味しい料理はよく味わって食べよう おかわりみそ汁がおいしくておかわりした残すごはんが多すぎて少し残した残り物。 今日の残り物は明日食べよう。もったいない。食べ物を残すなんてもったいない。すませる。今日の昼ご飯はんは コンビニ弁当で済ませた。済む。もう晩ご飯の準備は済んだ。弁当を作れば安く済む。量。 この店のスパゲッティは量が少ない。バランス。食事は肉と野菜のバランスが大切だ。 鍋スーパーで大きな鍋を買ったフライパンフライパンでオムレツを作った包丁私の家には。 包丁が一本しかない。まな板うちのまな板は木でできている。お玉、ま、お玉でカレーをよく混ぜてください。 しゃもじこのしゃもじはごはんがつきにくい大さじまず砂糖を大さじ2杯入れてください「すいはんき」。 炊飯器でご飯を炊く。流し台この流し台は石でできている。電子レンジ電子レンジのチンという音が聞こえた。 ガスレンジガスレンジから変な匂いがする調味料台所に調味料がたくさんあるサラダ油

腐る冷蔵庫の牛乳が腐っていたアルミホイルアルミホイルで包んで魚を焼をラくプ。残ったものはラップして。 冷蔵庫に入れておく。おしぼりカニを食べるときは、おしぼりが必要だ。食器クリスマスの料理に合う食器を選ぶ。 茶碗一人暮らしのために新しい茶碗を買ったグラスビールを飲むグラスはどれがいいですか

加える鍋に水を200ミリリットル加えます少<々>塩とコショウを少々入れます揚げる。 1 8 0度の油でしっかり揚げます「煮る」鍋にふたをして30分煮てください「茹でる」お湯に塩を入れて茹でます。 蒸す。電子レンジで野菜を蒸します。くるむ。桜の葉で材料をくるみます。握る。ご飯に梅干しを入れて。 握ります。熱する。フライパンで5分くらい熱してください。焦げる。焼きすぎて魚が焦げてしまいました。 取り出す電子レンジから温めた野菜を取り出します塗るパンにバターを塗ります温めるこれはこのままでも。 温めても美味しいです。冷やす。この料理は冷やしても美味しいです。ぬるい。ぬるいコーヒーは美味しくないです。 水分この野菜は水分が多いですね「沸かす」そこのやかんでお湯を沸かしてください「注ぐ」お湯をカップに注ぎ 3分待ちます味見途中でちょっと味見をしてみましょう手間この料理は手間がかかりません。 手軽な家でも手軽にレストランの料理が作れます「出来上がり」これで料理の出来上がりです「分ける」。 この料理は二人で分けて食べましょうつまむそれは箸でつまんで食べてください塩辛いこれはちょっと塩辛いですね 私は酸っぱいリンゴが好きです冷<凍>料理が残ったら冷凍しておきましょう。 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလန်ဖော်နေခွန်ကို channel နေကြိုဆိုပါရစေ 散らかる弟の部屋におもちゃが散らかっている片付ける今すぐ部屋を片付けなさいゲームが終わったらやるよ 清潔な家の中はいつも清潔にしておきたい。吐く毎日家の前を吐いている。ほうきほうきで玄関を吐く。 ちりはいたごみをちりとりにあつめる掃除機うちの掃除機は音がとても静かだ「ふく」食事前にテーブルをきれいにふく。 雑巾古いタオルで雑巾を作った。バケツもう少し大きなバケツはありませんか絞る雑巾をよく絞ってください。 こぼすバケツの水をこぼしてしまった洗剤お風呂の掃除にはどんな洗剤がいいですかカビ<び>お風呂のカビを取る。 ほこり。窓を開けると部屋にほこりが入る。磨く。鏡をきれいに磨く。ブラシ。ブラシでお風呂を洗う。 泡。この石鹸は泡がよく出る。匂う。バケツの中の生ゴミが匂う。洗濯物。毎日洗濯物が多い。 汚れこの洗剤は汚れがよく落ちる干す天気がいいので洗濯物を外に干そう乾燥熱いバスタオルは乾燥機で乾燥させる。 む息子は自分で洗濯物をたたむアイロン娘はアイロンをかけるのが上手だ敷<く>畳の部屋に布団を敷いて寝ている。 育児働きながら育児をするのは大変だ。人を起こす毎朝六時に子供を起こす。糸黒い糸でボタンをつけた。 針に糸を通すのはとても難しい生ゴミ夏は生ゴミがすぐににおう空き缶水曜日は空き缶を捨てる日だ。 ゴミを出す決められた日にゴミを出す。